ハンドメイドキヨちゃんです。今回はこちらのセリアさんのニューコットンベビーを一玉簡単な模様編みで編んでいこうと思います。この模様編みからストールやカバー、カーテンなど編めると思うので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、こんな感じに出来上がりました。出来上がり寸法は22センチ。縦横22センチぐらいの、ものになりました。何でも、敷物でもいいですし、上からかけるカバーでもいいですし、ストールとか、そういう、巻物の、模様編みで使ってもいいと思いますし、シンプルで可愛らしい模様になったと思います。で、残り糸は一玉編んでこのぐらい残りました。重さは 4g ぐらいなので、手の、癖があっても十分一玉で編めるものになったと思います。前回も、こちらの糸を紹介していますので、詳細は省略いたします。2.5mm の4号針で編んでいきます。作り目は9目の倍数プラス4目で編んでください。針に糸をかけて糸を引き出します。手前の糸端を引っ張って、向こうの糸端を引っ張って輪を縮めます。そしたらここから目数を数えていきます。1、2、3、49目編んできました。そしたら大体長さが24センチぐらいになります。そしたら、9目6段一模様の模様編みを編んでいきます。立ち上がり鎖3目。プラス2目。合計、5目編みました。そしたら、3目目にマーカーをします。ここが最初の目から1、2、3目目に針を入れて長編みを編みます。したら、鎖2目編んだら2目飛ばして3目目に長編み、これを繰り返します。2目鎖を編んで2目飛ばしての裏山を拾ってます。長編み、作り目の裏山を拾って長編みを編んでいきます。はい、最後きました。鎖2目編んで1、2、3目目に、針を入れます。ここ1目多かったみたいなので、ここを、ほどいて減らします。絞ってあるところの目をこのように
ほどいて、目を一目減らしました。はい。そしたら、一段目が編み終えました。二段目は、立ち上がり鎖一目編んで、長編みの目の頭に細編みを編んだら、マーカーをして、鎖二目編んで、長編みのところに細編みを編んだら、次のこの前段の穴のところに二目細編みを編み入れます。直接入れてもいいですし、こういう目を拾って細編みを編んでもいいです。めんどくさいので、束に針を入れました。そしたら長編みのところに一目細編みを編んで、また束に針を入れて細編みを二目編み入れます。また長編みのところに細編みを一目編んで、これで全部で、鎖のところから1,2,3,4,5,6,7目細編みを編みました。そしたら鎖を2目編んで、長編みのところに細編み。鎖を2目編んだら、7目細編みを編みます。束に針を入れて、細編み2目、長編み長編みのところに細編み1目、また束に針を入れて細編み2目、長編みのところに細編み1目で、これで7目編みました。で、鎖を編んで、また細編み7目を繰り返していきます。はい、2段目の最後。細編み7目編んで、鎖2目編んだら、マーカーをしたところ、ここに細編みを一目編んで留めます。はい。これで2段目が編み終えました。そしたら3段目立ち上がり鎖3目編んでプラス2目。で、3目目にマーカーをして、編み地をひっくり返して、で、細編みを編んだところに長編みを編んでいきます。長編みを斜め編んで、斜め編んだら鎖二目。ここ前段も鎖二目で編んでます。ので、また、細編みのところに長編み。はい、鎖二目編んでマーカーをした細編みのところに長編みを編んで、これで3段目が終わります。そしたら4段目。4段目は2段目と同じです。細編みを最初に編んで、鎖2目編んだら、長編みのところに細編みを編んでってください。細編みを斜め編んで、鎖を二目。で、また、細編み、長編みのところに細編みを七目。で、繰り返し編んでいきます。はい、細編みを七目編んだら、鎖を二目編んで、三目目のところ、これこのように、鎖の
半目と裏山を拾って編んでもいいと思います。これで4段目が編み終えました。5段目は3段目と同じです。鎖3目プラス鎖2目編んで、3目目にマーカーをして、で細編みを編んだところに長編みを編み入れていきます。長編みを7目編んだら鎖2目で、前段の鎖2目を飛ばして、また長編みを7目編んでいきます。はい、7目編んだら鎖2目で、2目鎖を飛ばして、また長編みを7目編んでいきます。はい、5段目の最後も鎖2目を編んで、マーカーをした細編みのところに長編みを編んで、これで5段目が終わります。6段目、4段目とか2段目と同じですね。細編みを編んで鎖2目、長編みを前段編んだところは細編みを編んでいきます。細編み7目鎖2目を繰り返していきます。はい、6段目の最後も鎖2目で、3目目に細編みで留めます。そしたら、この1段目から6段目までを繰り返し編んでいきます。この1段目の編み方、1、2、3目編んでプラス2目、鎖を編んだら3目目にマーカーをして、細編みを編んだところに長編みを編みます。そしたら鎖を2目2目飛ばして、長編み鎖2目編んで2目飛ばして長編み、これを繰り返していきます。2目飛ばして長編み、鎖2目2目飛ばして長編み、こういう感じで編んでいきます。31段編んできました。ここから1、2、3、4、5、6段で一模様を1、2、3、4、5回繰り返して、最後1段この編み方をこちらも編んで終わった形になります。そしたらそのまま表を見て編みます。こちらが編み終えたところで、このように端のところを編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、この穴に側に針を入れて細編みを編みます。ここが最初の目になりますので、マーカーを入れて、で、2回編みます。細編みを2目入れたら、次この鎖を2目編んで、編んだところ、この細編みのところに
針を入れて、細編みを編みます。鎖3目編んだら、この根元2本を拾って、糸を引き抜きます。はい、このようにピコットを編みます。そしたら、また、細編み2目、穴に側に編み入れて、この細編みのところに細編み。鎖3目のピコットをこのように編んでいきます。繰り返していきます。このように編んできました。最後、穴に鎖2目編み終えたところになります。そしたら、ちょっと長めに糸をこの引き出して、鎖を1目編みます。そして、この作り目のところですね。この長編みの目に針を入れて、細編みを編みます。その時、この糸端もくるんだ方が、楽なので、この上に、乗せて、細編みを編みます。はい。そしたら、ここもピコットを編みます。1、2、3目鎖を編んで、このように糸を引き出して、そしたら、ここのところ2目細編みを側に編み入れます。はい。そしたらこの長編みを編んだところの目ですね、そこに細編みを編んでから3目のピコットを編みます。これを繰り返していきます。側に針を入れて細編み2目、長編みのところに細編みを編んでから3目のピコット。はい。で、編み進めてください。はい、最後来ました。長編みのところにピコットを編んで、この穴のところに、細編みを2目編み入れました。そしたら最後、ここの長編みのところ、縁編みを編んでるので隠れてますけど、ここの目に細編みを編んで、ピコットを編んで、これで、終わります。糸を引き出して、で鎖をちょっと作って編みを終わるんですけど、この、最初の細編みの目の頭に通して、こっち裏側です。裏側にこのように、はい、そのまま糸端を縫い付けて、します。はい、こんな感じで完成しました。そしたら、ちょっと縮んでますので形を整え、裏側
からスチームを当てて形を整えます。